フリオ・メデムは、スペイン・ギプスコア・ケンサン・セバスティアン出身の映画監督、脚本家である。1958年に、バスク地方のギプスコア・ケンサン・セバスティアンに生まれ、バスク大学で、精神医学を学んで医学修士となった。17歳で、短編映画の制作をはじめ、バスク大学在学中には、新聞で映画表を書くなどしていた。 大学卒業後には本格的に映画界に進出して短編映画を制作し、1992年の長編第一作バカスでは五夜賞で新人監督賞を受賞し、イギリスで発表された独創性と創造性が高い映画に与えられるサザーランド杯を獲得した。1993年の長編第二作赤いリスでは、 カンヌ国際映画祭で高評価を得て、スタンリー・キューブリック監督に賞賛され、デンバー国際映画祭でも特別賞を受賞した。1998年のアナとオットーでは、小夜賞のオリジナル脚本賞にノミネートされ、スペインでは歴代3位の興行成績を記録した。2003年にはバスク地方の伝統的スポーツのペロータ・バスカを扱ったドキュメンタリー映画、 バスクボールを撮影し、バスク地方のスペインからの独立やバスク祖国と自由に、よるテロ問題などに触れたことから、様々な立場の人々からの大きな議論を呼ぶこととなった。2015年には、ペネロペクルス主演の、あなたのままになるために、を制作し、五夜賞では、主演女優賞を含む3部門に、ノミネートされた。赤いリスを除く多くの作品では、作品中に、 バスク地方が登場しており、舞台がバスク地方であったり、登場人物がバスク人であることが多い。作品のテーマは、悲劇、運命、偶然、愛、競争、情熱などであり、現実とファンタジーのどちらでもない作風が特徴である。ありがとうございます。